フォリー・ベルジェール2005年1893年に描かれたポスター・フォリー・ベルジェールはフランス・パリのミュージックホール。著名なパフォーマーを多く輩出し、マネやロートレックの画題になるなど、パリのナイトシーンを代表する伝説的なホールである。ベルエポックの1890年代から1920年代まで絶大な人気を得ていた。 2013年現在も営業中である。パリ9区リシェ通り32番地に、プルムレの設計で、歌劇場として建てられた。1869年5月2日、トレビズ通りとリシェ通りの角にあったことにちなみ、ポリ・ートレビズの名で開業し、レビュー、オペレッタ、オペラ・コミック、流行のシャンソン、体操のショーを見せた。 しかし、貴族のトレビズ公が自分と同じ名前であることを嫌がったため、近くにあるベルジェール通りにちなみ1872年9月、フォリー・ベルジェールに改称開店当初は、無名の歌手によるオペレッタやパントマイムといった出し物が主だったが、1870年代にアクロバットやヘビ使い、カンガルーのボクシングや世界一の大男などといった。 見せ物的なボードビルショーが始まると、大いに賑にわい、娼婦なども行き交う、大人の社交場として、人気を集めた。1882年、エドアールマネの、フォリーベルジェールのバーが描かれた。1886年に経営者が変わり、薄着の若いコーラスガールたちによる、レビュースタイルの音楽ショープレースオジュンが始まると、大ヒットとなり、ダンサーたちの衣装は、 次第に過激になっていった。大当たりを取った、プレースを順が13文字であったことから、幸運を招くとして、以降の小タイトルは13文字で付けられた。フォリーベルジェールは、流行に敏感で、それは出演者たちの衣装に現れていた。彼女たちはしばしば裸に等しい、露出度の高い衣装で舞台に上がった。また、当時の流行であった他文化への興味、 エキゾチックな異国趣味に貢献した。このような異国趣味と人種差別に抵抗して1930年代半ば以降ネグリチュード運動が現れる。アメリカ合衆国のジーグフェルド・フォリーズはフォリー・ベルジェールに触発されたものである。ちなみにルアン氏の中洲のラクロア島にも同名の劇場があった。ありがとうございます。